小春日和の町田市立陸上競技場です。J2 の戦いも残りあと3試合です。まだ残留が決まっていません FC 町田ゼルビア、すでに残留を決めているレノファ山口 FC の一戦を今日はお送りをしてまいります。さて今日の町田ゼルビアのスターティングメンバー、そして予想フォーメーションになります。今日はセンターバック深津航太が出場停止、あとは結構怪我人もいますけれども、新たに最近久々というのはセンターバック藤井、それから下坂、あと中盤リハンジェですね。そうですね、特にリハンジェ選手は本当に今シーズンも久しぶりに出ますからね、9月7日以来9試合ぶり出場です。さて対する山口の今日のメンバー並びにフォーメーションです。中盤の佐藤健太郎が出場停止明け、あとトップ今日は宮代大成控えに回って、山下おそらくは中央じゃないかと、そして左に高い、右には池上が入ります。ちなみにあと控えの方に元町田の吉浜、あと16歳の川野光太がメンバー入りしましたね。中島入れてきます。中で取ってシュート、押し込んだ。町田ゼルビア、今日は先制ゴール、開始早々に上げました。最後は少しスライディングしながら土井が決めています。最初のまず攻撃でという格好になりました町田。そうですね、これサイド側で起点になってクロスですよね。さあちょっとプレッシャーもかけようかという山口ですが、ボールをつなげました。そしてオーバーラップ、奥山クロスまでいった、ヘディングシュートへ、ニアで頭合わせてきました平戸。ヘディングシュートへ、このままヘディングですが張り返したが、もう一回シュートだ。河合が最後シュート。ただ山口としてみればセットプレーに自信持ってますから、これも。これ山下選手完全に合わせてますよね。でしたね。先に助走高井が取っていきます。高井が蹴るかな、いやここで池上の助走をより取ってきました。高井で来て狙ってきた、さあその中で町田が入れてくる、どうか飛び込んだ。小林も今入ってきました。ここにうまくワンタッチ、今こうです。そして入れてくる、藤井が足を出す、もう1回拾いました。ここは中島です。前にバブスケが通らない、ここで取ってから、クロス。山口は今みたいに中でこうダイレクトを使ったりして裏を取って、それからクロスっていう形ですよね。さあセットプレー、レノファ取り去るヘディングは、おっと足元コールがあって飛びついた。最後よくキャッチした増田。いや今はもう増田選手最後まで失しましたね。でしたね。一瞬ヒヤッとするようなボールがこぼれましたが、ここです。もう時間がほぼありません。もしかすると上がもうここで今試合終了一瞬、 FC 町田ゼルビアレノファ山口を下して、なんとなんと今年3月30日の愛媛戦以来、久々7ヶ月以上かかってようやく久々のホーム勝利です。そしてこの勝ち点3は残留へ向けて大きな大きな勝ち点3となりました。